やお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 マイケル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 元気ですか皆さん。僕は眠いです。助けてください。かなり眠いですので、これから頑張っていきたいと思います。チュんーチュチュワン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 チュふふふ書こうや、書きながらお話や。なんか俺ソシャゲやったやのあった？あ、デレステやってなくね？てででん。デレステちょっとやっとくか。今日の分やったんやけど。今日のデレステをやっていない。ドゥルルルン。気がするからね。これやんなかったね。イベント曲。おじさんただいま。おかえり。イベント曲やんなかったな。明日かな。かかかかかか。ティーン。あ、打ち上げガシャって聞く？なんか気になったのがあったんだよな。これじゃなくて。これと違くて。おい、なんか2000個ぐらいくれよ、ジュエル。足りねえ。夢曲とねシーンはあすかな。あ、したかな。ジュムゴーさんが告白してくれた。ありがとう、ジュムゴー。とりあえず、次の限定のラインナップ分かったから助かる。うん。分かった、あれ。誰だった？なぎちゃんしか分かんなかった、俺。なあちゃん。もしかしたらなあちゃんじゃないかもしれない。かおるちゃんの可能性がある。なんか恐ろしい会社やってなかった。どれ？これか。SS レアスカウトチケットに加え、SS レアスカウトチケットで限定がもらえるの？ SS レアスカウトチケットはプレミアムカット開放済みの好きな SS レア。どういうこと？対象アイドル見るか。あ、これじゃないだ。スカウトチケットを使用。絞り込み。限定みたいなのあったっけ？期間限定。どこまで？つっちゃん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 。うわ、ラブワンダーいる。わっこ、現地から帰宅した NCE です。あ。おつ限定もいるんだ。限定もいる。いや、今日は今日は現地だったな。マジであれは現地だわ。あれは現地じゃない方がダメだあれは現地だよ、みんな。あー、なるほどね。ちょい最近までって感じか。これはいつだ？ 2 年前のぐらいだよね、これ。あかねちゃんってそこまでか。これいいな。ラブワンダーとアンズちゃん欲しいけど。これと普通のスカチケ買おうかな。でガシャ回そうかな。アグエロチバンド現地で見れたの一生マウント取るわ。いやマジであれめっちゃいいよな。俺も、まあ、感動したわ。
つまでナツキがアグエロになってるんだ。これ消そう。あれマジいいわ。石ハギチュリって感じでもなくて、3石に1石はわざと開けてた感じ。あ、そうなんだ。めっちゃぎっちりに見えたけどね。そういうわけでもないんだな。これどうやって消すの？教育これか。プラチケクリスマスウゾキで使い道決まってるんだし、制服ももカオスマ、イカ略ね。寒くて震えてたけどバンドで温まった。いや、めっちゃ寒そうだよねあれね。いやでもあれマジでいいな。でも俺はできればロッキンエモーション歌ってほしかった。チバンドって2年前ぐらいにも見た気がするぞ。いや、あん時ね、あの確か安野清野さんが別の予定があるとかなんかで、確かロック公演いなかったんじゃないかな。でロック公演になんで夏吉がいないんだ、うわーって言ってたはず、多分。俺の記憶が正しければ。正しくない可能性もあります。違ったっけ？そうそう、大阪いなかっただよね。いなかったからマジで感動したあれは。ただロッキンエモーション歌ってほしかったな。だからこそロッキンエモーション欲しかったところはあるけど、まあでもそんなこと言ったら全部欲しくなっちゃうからね。めちゃめちゃマジで一番いいライブだったかもしれない。そうだ、車で30分くらいのところでなんかイベント出てたんだ。そう、イカ略。だからしれっとロック公演のメンバーにいた時はもうマジで感動したね。ロキエモは明日って信じてる。いやでももう多分やんないんじゃないかな。俺の予想では今日がこの過去を振り返るライブをやって、だから最近の曲ほぼやってないんだよね。新キャラの曲もファッシネイトぐらいだったし、ここ2年ぐらいの曲ほぼ、いやマジ上がるわ。ここ2年ぐらいのロキエモがランキングでワンチャンないかね。いやー怪しい。曲がほぼなかったから、やっぱ明日は多分最近のなんか未来的な、これからの展望的なライブだな気がするんだよな俺は。多分レッツセイルアウェイとか。ゲロウォーカイのタクってこと。マジであっという間だったわ。超楽しかった。まあ本当欲を言うならばロキエモと、トライアドプリムスがナオちゃんがいなかったこと。今のイベ曲もニュー、ブライト、スターズらしそういうこと。イカ略。去年から心が離れてた自分でも全曲知ってたな。そうそうそう、多分今日はそういう日だったと思うんだよね俺は。で明日は多分本当に新曲とか最近の曲多めなだと俺は思う。今日が振り返り、明日はこれから。やっぱ最近声ついた子あんまり多くなかったし、もうボイスアイドルオーディションの子なんか一人も出たなと思うな。トゥルントゥ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 ン。めっちゃ楽しかったでもマジで。もう明日のハードルバチ上がりだけどね。アスコ感顔になっちまうかもしれねえ。明日のハードルどうなっちまうんだよマジで。こんだけやってきて懐かしいメンツだったなね。いやマジで、でも流れ星奇跡はもう神だね。神だった。恋風ランキング入ったりかな。いやなんかね、俺の配信でさっき話してた感じ、なんかみんな、いや恋風は入ってないよ、荒金の器だよみたいな話をしてたんだけど、俺は恋風入ってると思うんだけどな。もう恋風好きだった人はみんな荒金の器に行ったよみたいなこと言われたんだけど、
まあ荒川の器めちゃめちゃいい曲だからわかるけど、でも恋風も絶対入ってると思うんだけどな俺はね。入ってると思うけどな。まあ最近のその曲が増えたことによって、スマイルいいね、入れてないのか。どうなんだろう、スマイリングはやってたからな、この間のライブで。ほら金はミュージカル、やっぱ今までのなんか瀬取りとかも考えると、今日早見沙織別位であったから明日ワンチャン、なんかそうらしいね。そんな噂がも立ってるっていうのは聞いたけど、明日は一応予定はないみたいな。なんかマネージャー、早見沙織のマネージャーがいいのかって思ったけど、明日はその公に入ってる予定はないみたいな。恐ろしいオタクたちの情報収集能力によって、だからまあ明日ワンチャンあると信じたい。今日チューリップとかもやんなかったからな。同じイベに上坂すみれも出てたから一緒に出てくる。へえ。ほんと今日のライブ見てて各地で目にしてきた風景を思い出してたわ。走馬灯って言われてた今日のライブ、オタクたちの走馬灯が。明日死ぬんだもんなみんな、オタクたちは。実験台にされる。会場に行ったオタクたちとライブビューイングを見てるオタクたちは、ライブビューイングを見てるオタクたちはスピーカーとかヘッドホンから毒が出てきて、うぅで、ライブ会場に毒が巻かれて、うぅで、首に、起きたら首に輪っかをつけられて、みんなで殺し合いしなきゃいけなくなるかもしれん。もしかしたら。もうあと、ファンファンファーレだな。今のオタクが全員死ねば明日は死ぬことにしまくれるな。泣いた竹内くんも来てくれや。めちゃめちゃ泣いた。ファンファンファーレでコロナまでの総まとめをやってくれた感じだけど、考慮がないの一役ね。でも多分もう最近アイマスに入った人はコールがないアイマスが当たり前だから、アイマスじゃなくても多分どんなコンテンツもそうだけど、声出さないのが当たり前だからびっくりするだろうね、もし声出し OK になったら。ここ2年ぐらいで入った人たちは、え？こんなにうるさいんですか？嫌いになるかもしれない。俺はそれが嫌いでアイマスライブ好きじゃなかったから。コロナ以降に生まれたわけじゃあるまいし。まあね。でも割とその俺だってコールっていう概念知らなかったもん、アイマス見るまで。俺みたいな人間もいるよ多分。俺がちょっと時間がずれて入ってたらコールがないアイマスしか知らないから、コールっていう存在を知らなかったと思うよ。だって初めてライブ見た時、なんだこれ。後ろのオタクがトリニティフィールド最後の高いところを立ってて声優オタクやってたのに知らんかったの。うん、全然知らなかった。声優オタクっつってもなんか本当に歌とかじゃないから、なんかアニラジばっか聞いてたから、なんかそういうのはなんか知らなかったな。最悪だねそいつ、ぶん殴っていいよそいつ、声出し禁止なのに。だから嫌なんだよ現地とか行くの。同じ金払ってんのに、ね、そいつは隣の席のヤッコが声出すってことも体験したことないんだろうな。同じ金払ってんのにそいつだけ気持ち悪くなって、気持ちよくなってこっちが不快になるのは最悪だから。本当にそういうやつはなんか殺し屋雇った方がいいかもしれん、もしかしたら。やば、早許すけど歌うのは許せねえな。厄介が言うには本気で見てるなら気にならないらしい。気になるわ、バカかよそいつ。目の前で、じゃあそいつが飯食ってる時目の前でずっとうんこしてよ。気になんねんだろっつって目の前でずっとうんこする、全裸で。しかもこう、何、足を開いて肛門を見せつける形でうんこする、飯食ってる最中に。それ気にならないって言ってるのと一緒だからね。相当な集中力を持ってないと無理だよ。
本気で、お前補聴器本気で飯食ってんだろ大丈夫だろって言って、ブビビビビビってインリンオブジョイというのポーズで全裸でうんこしてやるとその前で。まあでもやっぱ人いっぱい入ってたから。っていうより病気のレベルじゃない。カレー食ってたらあんま変わらんやろ。まあね。人がいっぱいいたから本当にコロナだけは気をつけてな。ちゃんとお風呂入りなね。手洗ってうがいして、体の雑菌を全部。オタクのコロナと同時にあのオタクの気持ち悪い菌も多分ついてるから。俺外出てないからいいんだよ。俺外出た日は絶対風呂入るから。オタクの気持ち悪い菌もついてるから大丈夫。さすがに今日は入るよな。洗い流さないと。え？今日だって俺外出てないし。さっきステーキ焼いたぐらい。俺だって3月31日の、ちょっとは機械で見て、待って長袖着てるから影ない、あ全然臭くない、うん、だって俺3月31日の明け方に入った、明け方ってか4月1日の明け方に入ったもん、お風呂昨日だよ、昨日。くっそ寒かったから現地いたら風呂入りたくなるぜ。へえ、自慢げに言うな。昨日の朝入ってるから、まあだいたい24時間経って今日の朝でしょ。だからまあ36時間ぐらい入ってないだけだよ。まだ。言うて36時間ぐらい入ってないだけだよ。余裕じゃない？何も怖いことなくない？まだ。36時間だったら、タオルも36時間変えてないの、うん、うん？タオルはそうだね。そうやってオタクも風呂入んねえのか。まあそうかもな。俺は髪が長いから入りたくないだけなんだけど。俺髪が短かったら全然入っていいよ今すぐにでも。だから女の子は尊敬するんだ俺は。こんなに髪が長いのにちゃんと毎日お風呂入ってる女の子を尊敬したい俺は。もう洗ってあげたい俺が。洗わせてください。下心とかないんで、その長い髪の毛を洗わせていただくことは可能でしょうか。早く散髪配信しろ。ショートの女子の方が相対的に清潔なのかな。どうなんだろう。まあそれは別にあれじゃない、ちゃんと毎日風呂入ってるかどうかじゃない、関係ないでしょ。ショートの女子でも毎日風呂入ってなかったら多分汚くなるし、ロングの女子でも毎日風呂入ってるは綺麗だよ、安心して。俺はロングの男子で風呂に入らないから一番汚い。明日の現地のチケットまだ E プラスで売ってるぞ。俺だって2日分買っちゃったよ。毎日風呂入らんやつはそもそもいないんだよ。いやいるいる。あ、誰か広告ありがとう。 MH353 4200ポイント広告ありがとう。いるよ全然毎日風呂入んない、なんか当たり前にいるだろ。俺だってまずここにいます。 It's me It's me マリオアモーン、アオウ、トゥルトゥルトゥルトゥ、アオウ。アーカイブは後で見よう。でも現地やだ、なんか人いっぱいいるし。人いっぱいいるからやだ。だってあれだろ、どうせ後ろでなんかその厄介オタクになんか殴られるんだろう。あ、MH353 がさらにも6400ポイント広告、Thank you。 やだよそんなの、ぶん殴られるじゃん変なやつに。ハゲいっぱいいたし、今日も今日も京都でハゲいっぱいいたの見えましたよ。 CD 買えるぞ。上から CD 買った、買えた、みんな結局売り切れなかったの。クソ席は確定だろうな。
結局売り切れなかったのかな。MH35 さんが3500ポイント広告。マジかよ。連続波状じゃん。MH5!MH35 ってことは、あのドンクリークの必殺技である MH5 の何倍？ 7 倍？すご。ガスマスクつけても貫通するかもしれねえな。カオルちゃん書こう。めっちゃ可愛くなかった、カオルちゃん。カオルちゃんってかナッピー。ナッピーというかカオルちゃん。見た？みんな。ゆえに加工やでかかった。現髪地型ちゃんと覚えてるか。今ね、ナッピーのインスタ見た。状況としては15時までは配布した整理券で、それ以降はフリー。以下略。フリーって感じだったけど、すぐ変えた。やっぱ変えたんだ。なんかみんなビビってたけインどスタな。登録したんだ。いや、してない。なんかギリギリ1投稿だけ見れた 1投稿だけ見れたけど、他の投稿は見れない。このギリギリ見れた1投稿で俺はなんとか、よいしょ。じゃあ、なんかみんなめっちゃ叩いてたけど結局大丈夫だったんだな。なんか整理券の配りナッピー方ダンが、ス動画いっぱい上げてるのに。そうなんだ。整理券の配り方がどうしたとか、なんとかがどうしたみたいな言ってるけど、大丈夫だったってことスなイのカに。の履歴確認したら、10時42分にベルーナドームについて、以下略。整理券のせいで時間までに買えないんじゃないかとか、整理券の前、以下略。スイカの履歴確認したら10時42分にベルーナドームついて、そっから10分以内にもらって整理券の番号が1300番台だった。全然じゃない？だって始発からやってて、始発がなんだっけ、5時とかでしょ？だ、5時間やって1300万番までしか配られてなかったってこと？なんかやっぱみんな杞憂だったんだな、多分。考えすぎ？俺は大丈夫だろうなとは思ってたけど。整理券全部で5000枚だったよ。へえ。普通に大丈夫だったんだな、やっぱな。手癖カオルちゃん書くか。3万人いるならそんなもんじゃね。3万人いたの？まあ現地行かなきゃ買えないのは一緒だけど。どうなんだろうね。やんないのかな。結局。明日へじゃあ未来へ。へい。昨日はドド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 ン。ドゥ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 
トロッコあったら上席だったのに。あ、トロッコなかったね、そういえば。あると思ったのにね。そういえばトロッコなかった。花道もなかったし、ステージはシンプルだったな。で、あれなのかな、やっぱ人そがの多間いのかオら。ブライブの時は、花道とかトロッコとかあったのに、そ、イカ略。人が多いから、もうなんかそういうレベルじゃないのかもしれないな。多すぎて、もうなんかそういうことじゃないのかもしれない。
人が多すぎて、その、なんか、トロッコとか花道とかのキャパシティ、だって、ほとんどさ、みんななんか、人が多いからっていうのは、あるだろうけど、あれだったもんな、1、2回しか出なかったもんな、みんなな、おのおのが。バランスよく全体にそのキャストが行くってのは無理だったろうな。だからまあ、仕方ないんじゃない？それは演出の都合上。俺ツイートしたっけ？してないよね。ふぅ。応仁にゃん来てくれてありがたい。ね。楽しかった。いやー、なおちゃんがなー。なおちゃん。なおちゃんが来てくれれば一番よかったのんだが。まあ仕方ないの。仕方ミカ姉なといか出たの。の最初と最後だけだったな。ね、そうだね。そういえばそうだね。なんか、やんなかったね。なんか曲っぽい曲は。産休明けだからかな。ああ、そういうこと？まあ、シンプルにやっぱ人が多いっていうのが何よりあるんじゃないのかな。逆にアリーナ最前以外の格差がなかったから自席がゴミだったけど、いかりゃく明日城ヶ崎姉妹かな。あるかな、明日ね。いや、なんか明日でも俺、その最近声ついた子メインな気もするんだよな。和子、風呂に肩まで浸かってました。いいなぁ。俺、お風呂自体は好きだよ。気持ちいいし。今日 MC だったアイドルでも明日は出てくれるのか。ああね。まあ、そのあたりね。なんかさ、その配信しながらさ、話してたんだけどさ、会場内でさ、開演するまでに流れてる曲って、ライブでやるの？みたいな話してて、ほぼほとんどやったことないよ、みたいな話して、あ、そうなんだ、みたいな話をしてたんだけど、なんか今日いた人たち全員いないってなると、ベテラン少なくなって不安だ。普いか通にりゃやっく。てたから、春らんらんとか。だからなんか今までの、なんかそういう、なんていうの？今までの常識は通用しないと思っていいと思う。まあ、今日いた人が全員いないってわけじゃないだろうけど。なんか、何人かは全然がっつり変わりそうな気はする。まあ、ニュージェネとかはさすがにいるんじゃねえかなとは思うけどな。まあ、いなかったらいなかったで。世代交代。でもいいかもしれないけど。難しいな。手どうしようかな。後で考えるか。まあ何にせよ明日も楽しみですよねっていう話。めちゃめちゃ。ハードル高い、上がってるけど。心配だけどそれが。順号が耐えられるのかそのハードルを。今日はマジで割とハードル上げてたけど、余裕で超えてきたから。まあ多分大丈夫だろうという考えではある。さすがにいるだろ。デモリッシュとかラミューダとかもやるだろう。いかりゃく。ああ、ラミューダ、そうだね。え、でも俺今日、トラプリの2曲をやったのは、なんか最初は、その、1曲だけ先にトランシングパレスやって、ああ、やるんだと思って。で、いや、2曲目明日とかやんのかなみたいな、思ったんだけど、トリニティフィールドは明日やん後のでかルなラみジたいでな、漏らしてたかしゃく夜、月もいなかった。思ったんだけど、
でもまあ、普通に2曲ともやったから、ってこと考えると多分明日、その、どっちかがいないの、いない説濃厚かなと思って、俺。俊吾、俺らがトイレ行くこととか考えてほしい。どっちかがいないんじゃないかっていう説を考えてた、俺は。だその理論でいくと、多分カレンちゃんがいないんだろう、いないんじゃないかって俺は思ってるわけよ。どう？俺の理論。ロンリーロンリー理論。ロンリーロンリー切なくて、壊れそうな夜にさえ、ルンルルンルン口だけよ。さすが、俺のみのリンゴだ W 中。いや、マジでミノリンゴ天才。もう本当にミノリンゴは中だよ。ミノリンゴは中案件だよ、本当に。良すぎた。あらら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 らだったっただらららったったマジでミノリンゴ超かっこいい。弾いた。かっこよすぎて。そんなかっこいい。人間ってそんなかっこよく歌えんのみたいな。そんなしょうがなくて、夕前の時にトイレ行ったら、あらこねがトイレから、いかりゃく。トイレ行くな。我慢しろ。漏らせなんなら。口から声が漏れちゃってるやつがいるんだから、股間からおしっこが漏れちゃっても変わんねえだろ。大丈夫だ。許してくれる、あいつらは。同じ違反をしてるんだから。口から声が漏れちゃってるやつと。尿が漏れちゃってるやつ。そこに何の違いがあるって言うんだよ。そこに違いはねえだろうが。なあ。球場で漏らしたら野球ファンにボコボコにされそう。ドクタケはさすがに笑うでしょ。いや、あれよかったね。尿は残るだろ。尿はの声も残るよ。臭い、なんかオタクの。ミノリンゴ荒金客あり初めてだったんか。あ、そうなんだ。オタクの臭い、なんか吐息の残留思念とかが残るだろ。オタクは体が臭いんだから口も臭いはず多分。すごく偏見で話をしています。あー、初めてだったんだ客割り。いいね。マスクしてて漂ってくるのはよっぽど臭くないと。いや、いるでしょ全然。俺この間超臭いやついたよ、パチンコ屋で。マスクしてんのに隣でありえないぐらい臭い匂いするおっさん。勝った。龍崎薫。なんなら相手のマスクが臭い。俺のマスクが、俺の口が臭い説もあるけどね。なんならマスクしてて臭かったら、可能性で言えば俺の口が臭い可能性もまあわずかに、わずかながらに存在しておりますが、そんなことはないと信じたいですね。オタクってなんでマスクもボロボロなん？なんかあんまり気にしないからじゃない？肉しか食ってないやつの口が臭くないわけがない。俺はいい匂いで、きっと。あ、かおりちゃんむずい。久しぶりに書いたら、昔はもっと書き慣れていたのに。ごめんかおりちゃん、最近俺がサボっていたから。
ドゥルル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 ニュージェネ大好きおじさんとしては、やっぱなんだかんだ言ってトラプリかな。あートラプリね、3人いれば完璧だったけど。いやーマジでな、いてほしかった。さよめだ。いやさよめだマジよかったね、オリメンのさよめだは。あれは良かった。夏吉も良かったな。全部本当にすごい、すごくない？あんな全部いいことなかなかなくない？やっぱどっかでさ、いやーまあまあまあ良かったけどみたいになるじゃん。けどがつくけど、そんなことなかった。けどがつかない、そんなことがあるのか。ライブで、いや、いいな、いいな、いいな。マジで全部良かった。マジで全部良かったよな。マジ、ジュンゴにディープキスしたいもん俺今。良かったから、あと5時間ぐらいやってほしかった。いや、ほんとそれ思った。え、もう終わりみたいな。超短くなかった。語ってきちゃう。欲しいもの全部入ってたから文句ない。なあ。わかりみ、それわかりみ。どういう、やっぱりちゃんとメモしときゃよかった。ちゃんとメモしとけばよかったに。おでこ丸出しで二つ結びじゃなかった？まあおでこ丸出しだった。まあおでこ丸出しであるのはやっぱりカオルちゃんのこの前髪が出てるのを意識してるっていう俺の中の勝手な変換で、前髪は変わらずにしてる。前髪は変わらずってことにする。前髪ピンで止めてたような。前髪ピンで止めてる。まあそれはカオルちゃん、やっぱ元のカオルちゃんがいつもそうだから、なんかより幼くなってた。それを意識した髪型なんだろうなっていうことにする。どの曲のカオルちゃん想定で書くの？いやそう覚えてないんだよね、そこちゃんとメモしたけど。あったまじでもう食い入るように見ててさ、俺ライブを、ライブを食い入るように見すぎて、どこで何が起きてたか全然覚えてないんだよね。それが今困ってるところ。多分いろんな衣装着てたんだけど、カオルちゃんもいつどこのどのカオルちゃんを描くか正直全く覚えておりません。すいません。まあだからちゃんと書くのであればあれの方がいいかもしれない。アーカイブ見ながら。無重力シャトルかハイファイか3ランドメドレーそれか、デルステデレテンボロステンデレンデンボロステンデレンデンレッツゴー。ドゥ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 ルドゥルハイハイドゥ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 ルルルハイハイドゥドゥドゥルドゥルドゥルドゥ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 ルドゥルハイハイドゥ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 ルドゥルハイハイドゥ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 ルドゥルドゥどんな時に誰かを好きになれるらってドゥ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 ルルルルやべ眠くなってきた。
カオルちゃんを描きたいのに。眠くなっちゃダメなのに。トゥルルトゥ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 。明日、どのタイミングで大阪杯予想するの？まあ、あれかな。ライブ前かな。昼過ぎぐらいから。あ、やべ、超眠くなってきた。まだもうちょっと起きてないといけないのに、ご飯食べてから。2時間以上経ったら、経たないと、逆流性食道炎になる。しかも俺今日、消費期限が1週間過ぎたステーキ肉食った。どう思う？それに関して。諸君らは食べ物を粗末にしないで偉いねって思ったでしょ。冷凍ならセーフ。いや、冷蔵。賞味期限切らさないと食え。ない縛りでもしてるのか。冷蔵で1週間過ぎてました。しっかり。しっかり冷蔵で1週間過ぎていましたので、ヨロリンゴです。冷蔵は草。冷蔵か。まあ大丈夫でしょう。肉は引くわ。ちなみにあと1個あります。もう1個あります。ちょうどもう1個。1週間前ですね。明日の夜ご飯もその肉ですね。肉はって何だったら、じゃあ1週間後に食っていいの？焼く前に写真撮ってツイッターにあげろえ、でもあんま大丈夫だと思うよ。なんかちょっと変な匂いしたけど、それぐらい。味はうまかったし、全然それ以外は変なとこ一つもなかったから。食えたら大丈夫だよ。そうだよね。全然変な味もせず美味しく食べましたので、安心してください皆さん。やばい、超眠い。ああ、助けてみんな。こんな眠いことないよ。今何時間やってるの？44分しかやった。寝よう、少しここで。液タブにもたれかかりながら寝れば、逆流もしないでしょ、食道から。胃酸が。寝なきゃいいって言ってたから、横にならなければいいわけよ。だからこうやって、液タブに抱きついてながら、抱きつきながら、寝れば嫌でも。逆流はしないでしょう。という俺の浅はかな考えでしょうか。声が近くなって寒気した。んーちゅ。んーちゅー。ASMR だぞー。んーちゅー。んーちゅー。カオルちゃんを描くのが難しいんだぞい。んーちゅー。いやでもマジで面白かったな。もうほんと早く明日になってほしい。寝ようかな、早く明日になってほしいから。早く寝れば早く明日になるもんね。いいことじゃない？いいことずくめじゃない？早起きは三本の徳だし、
さらに早く明日が来る。いいことずくめなんだな。やば、マジで眠い。助けてくれ、俺を。この眠気と戦うためには、かわいいかわいいカオルちゃんを。チンポニャして。デンデンデン、デンデンデン、デン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 しません。俺がそう簡単にチンポにすると思ったら大間違いですよ。顔が可愛いだから。そういや、サミタってどうした？え、なんで？普通に課金してるよ。なんかやばい？サミタ課金してたら。俺のもしかして全財産が抜かれるバグが起きてる？そういう悪徳業者だったってこと？ウェーン、ウェン、ウェン、ウェンツエイジ。ウェーン、ウェン、ウェン。ウェンツエジーがいいねー。ウェンで始まるやつ。終わった。助けてください。あー、マジで眠い。助けてみんな。絵を描いてる途中に4時間奪われる。眠い。超眠い。寝ようかな、マジで。もう限界かもしれない、俺は。明日早く会いて帰ったか。ああ、明日早く起きて書けばいいのでは？いい感じなんでは？眠い、本当に。こんな眠いことってありますか？ってんでいい。とりあえずは、なあ。ジェニーウィークリーやったっけ？やった。起きれないでしょ？起きれます。この時間だって11時でしょ？11時寝たら8時間寝ても朝の7時ですよ。そんなことありますか？ああ、マジで眠い。寝てた今俺は。助けてくれ。寝ようか。おとなしく。ああ、ダメだ。寝よう。眠い。もっといっぱいお話ししたかったのに。もっといっぱいお話ししたいよ。みんなと。テンスの余韻に浸かる配信を、お話をしたかったのに、眠気がむにゃむにゃ、限界に近づいてまいりました。ということで、以上。急に眠気が襲いかかってきたので、この眠気と相対するために配信を終わります。この眠気を俺は倒すことができるのでしょうか。果たして、果たして俺はこの眠気を倒すことができるのでしょうか。倒したらきっとまた配信があると思います。負けないぞ、俺は負けないぞ。えい、えいの王だ。みんなおやすみ。Thank you.